柑橘潰瘍海洋病による西洋キ傷との葉の病斑。柑橘潰瘍海洋病は柑橘潰瘍海洋病菌により引き起こされる柑橘類の病気で世界の栽培地で広く発生している柑橘における最重要病害の一つである果実、葉、枝などに発生し被害果実の商品価値を低下させて多発すると落葉や枝枯れ受精の著しい低下を招く場合もある果実、葉 枝に褐色の病斑を形成する。病斑は最初盛り上がった能力色の推進状円形で拡大するとともに長部にザクロ状の亀裂を生じて中央部から次第にコルク化する。葉が成熟する頃には直径2から5ミリメートル程度となり、病斑の終焉は幅1から2ミリメートルが金色になる。春陽の展開開式から発病し、 その伝染源は越冬病犯である。病原菌は雨によって飛散し、さらに感染を広げる。病原菌の侵入は、身長、被害期には、主として気候からで、初回行は、風やみかんハモグリガなどによってできた傷口から侵入する。柑橘海洋病菌は、単管状の細菌で、大きさは1.5から2.00.5から0.75マイクロメートル。 一本の弁毛を有する。好気性で、グラム陰性。発病適温は二十摂氏三十度である。ありがとうございます。